この間ね、俺とある公園をチャリンコでこう行ってたわけ、そしたらどうもそこはチャリンコで走っちゃいけない区域だったらしいんだよ、したらね、じいさん、まあ多分70は過ぎてるだろうね、70のじいさんが自転車出ねえだろなっていきなりフルマックスの怒りで来るわけ怖いフルマックスだよ、あ、ここは自転車ダメだよでいいじゃんか、いい、そしたら、あ、そうなんですか、すいませんって降りて、別にねこう歩いていくわ俺も、それを自転車出ねえからもうね、俺理解できない、あのいきなりフルマックスで来るじじな、もうじゃあ極端に言うとお前何の賞賛があんのっていう話だよ、ね、あすごいね、いやそれはね、いや確かに僕が悪いかもしれませんけれども、穏やかに言ってくれればこっちだってね、すいませんっていけんのに、そう言うから、いや俺もその時はね、あ、すいませんぐらいで降りたよ、降りたけれどもね、怒る若者とかも出てくるわけじゃん、なんだじじいってなる、確かに危ないよね、なんかもう殴られたりもしますよ、そうだって賞賛ないでしょっていうまあ別に賞賛の問題じゃないのかもしんないけどもさ、俺やっぱその時に、あ、俺こういうじじいにはなりたくないなと思ったもんね、だからずっとなんか見張ってんのかなそこで、いやいや多分そのじいさんはじいさん多分なんかまあ散歩してる、まあその見回り的な感じじゃないと思うんだよね、俺最近やったらじじいに怒られんだよないやこの間もさ、まあ緑道みたいなところがあってさ、そこで息子とこうキャッチボールしてたわけ、本当に普通にキャッチボール、別に、まあ、バットも何ももちろん使ってないし、ただこのねグローブのパーンっていうこのボールの音が気になったのかな、そっからこうガチャッとじいさんが出てきてさ、危ないよ、いや別に危なくないよ何にも危なくないのよ、別に普通にキャッチボール取ってるし、危ないよこんなところで、別にここキャッチボールいいんじゃねえかなと思ったんだけど、ね、あ、どうもどうもすいませんとかって言って、もうちょっとまた違うところに行って誰もいないようなところに移動したけどさ、だからピーちゃんもなるよそんなことばっか言ってたら、自転車出ねえかこれっていうあのフルマックスのジジイになるよ、もう最悪だあんなジジイになったらマジで、いや俺だってね、そう考えると、うわ、うちの息子は6年生だけど偉いなと思ったのが、この間ね、なんかうちの息子なんか、まあ、まあ優しいのよ、優しいからさ、お前さ友達とかね、人になんか頭に来ることとか腹立つこととかないのって言ったの、そしたら、いやそりゃないことはないけどさ、でもこっちがねなんか頭に来るってことは多少こっちが悪い可能性もあるからさって、お前大人だなおいこれもう、いや小学校6年生、俺30手前ぐらいでようやくそういう考えになったけどさこいつ小6でこんなこと考えるんだと思ってさ、だってや前ももうそれはもう3、4年前だからさ、もう小学校2年生ぐらいか、息子が、なんかねクイズ番組一緒に見てたわけ、でアナウンサー、まあ、誰だったか分かんないけど、アナウンサーがなんかさ簡単な言葉の問題を分かんなかったわけ、で俺がさ、こいつアナウンサーなのにどうしようもない、こんな言葉も知らねえのかよ、ダメだなこいつってちょっと発揮してたのね、そしたら息子がご飯食べてたんだけど、小2のね息子がご飯、お父さん失礼だよって言って、まあ、あ、どうも大人どうもすいませんなんか妙に大人びてんのよ、だって6歳の時の誕生日にね、これ言ったかな、6歳の時の誕生日にお母さんがさ、ね、あの来週火曜日誕生日だねなんて、お誕生日何食べたいって言うからさ、まあ、てっきりハンバーグとかさ、唐揚げとかスパゲッティとかなんかそんなの言うのかなと思ったら、サンマの炊き込みご飯って言ってさ知ってるのもすごい、とことん大人なのよ、はあ、ちょっとだそのフルマックスのジジイに見せたかった息子を自分が悪い可能性があるからさとか、キャッチボールの時は息子はどう言ってたなんか、いや別に何も「うーん」ぐらいの感じで「どうもすいません」ぐらいの感じだったけどさ、
いやーだからやっぱちょっと俺たちも穏やかになろう。それで落ち着きすぎなんじゃないのお前の息子は。確かにね、もう留置衆みたいな落ち着きがあるのよもうすでに。いやもうちょっともう、なろ、だからもう眉間にシワ禁止ね、ピーちゃん。まあ確かにね。もうじゃあお前も額にシワ禁止ね。無理ー